RStudio はフル機能のデータ復旧ユーティリティのセットである。このセットには Windows OS 版および Mac OS 版および Linux 版のすべてのバージョンが含まれている。これらを使って HDD、SSD、フラッシュメモリおよびその他の外付けおよび内蔵データストレージデバイスからデータを復旧することができる。これらのプログラムはデータ復旧専門家向けだが、 IT プロフェッショナルや一般的なコンピューターの利用者が失ったファイルを自力で復旧するためにも使用することができる。RStudio のカーネルをベースとした簡易プログラムである R1Delete は専門家ではないユーザーのために開発されリリースされている。このプログラムは Windows 環境でのみ動作し簡素化されたインターフェースと16進数エディタを備えているが RAID や ネットワークデータの復旧は行えない。無料のユーティリティである R1Delete は、ホームユーザー向けに提供され、デジタル写真や、ビデオカメラ用の USB フラッシュメモリや、SD カードで、主に使用されている FAT、XFAT、ファイルシステムからファイルを復旧することができる。本プログラムは2つの方法で、データ復旧を行うディスク上のデータを分析し、 既存のファイルシステムや以前に存在したファイルシステムに関する情報を検出。このような情報に基づいてファイルは復旧される。成功した場合、この方法ではファイル自身を復旧するだけでなくディスク上のフォルダー構造やタイムスタンプも回復する。JPG やドックファイルなど特定のファイルタイプに典型的なバイトパターンであるファイル署名を使用した。 ファイル検索。この方法は、最初の方法を使用できないほど、ファイルシステムに関する情報が激しく損傷している、場合に使用される。この方法では、ファイルの中身のみが復旧され、ファイル名、フォルダー構造、及びタイムスタンプに関する情報は失われる。データ復旧プログラムのほか、RStudio には次のものも含まれている Windows、MacOS、および Linux 向けのバージョンがある。 すべてのバージョンには同じ機能が備わっている。R-Studio はファイルカービング用のフォレンジックツールとして使用することもできる。ありがとうございます。